そうですねあの特に昔はき、えー、め細かさっていう部分に関して、えー、と日本のゲームがやっぱり一番優れててやっぱり欧米のゲームっていうのはすごく粗い作り面白い要素はあるんだけど作り自体が粗くてあて全体としてのまとまりが悪かったと思うんですけど、えー、と最近のやっぱ欧米のゲームは日本の,その細かさを学んですごいあの面白さの中に細かさを入れていくことで。 日本ののゲーム以上のクオリティを出すすこととがでできてると思うんですねだからあの日本はただ昔のようにきめ細かい配慮だけで世界で勝負していくっていうのは難しくなってるんでもっと新しい試みであったりとかチャレンジを欧米以上にしていく必要があるようにはなってきましたね。